FTA って米団体。謝罪すべき、日韓超えた国際問題に。BTS の原爆 T シャツが、日韓両国間を超えた国際問題に広がりつつある。米国に拠点を置く、ユダヤ系の人権団体、サイモン・ウィーゼンタールセンターは、11日、日本時間、12日、BTS が過去にナチス親衛隊の記章をあしらった帽子をかぶったり、コンサートでナチスを想起させる旗を掲げていたとして、非難する記事を公式サイトに掲載した。BTS のメンバーが原爆のキノコ雲が、プリントされた T シャツを過去に着用していた騒動を受け、テレビ朝日、ミュージックステーションの出演が、中止となったニュースは、世界で報道された。同センターのエイブラハム・クーパー副所長は、原爆被害者を嘲笑う、T シャツの着用は、過去を嘲笑うこのグループの行動の一つに過ぎない、と指摘。コンサートの旗もナチスのものに酷似している。BTS は日本の人々と、ナチスの被害者に謝罪すべきだ。と強調し、所属会社にも公式な謝罪を求めた。同センターは世界各地の反ユダヤ主義や、ナチスを称賛する言論をチェックしている。95年には、文藝春秋社の男性誌、マルコ・ポーロが、ユダヤ人落札の事実を疑問視する記事を掲載したことに抗議。広告を出稿していた企業にボイコットを呼びかけたことなどで、同誌は廃刊となった。今回の騒動については、美容外科、高須クリニックの高須克也院長、73、らが、今月、5日頃から、同センターのツイッターアカウントに報告、関連画像を添付して、これをどう思いますか、などと問題提起をしていた。BTS は、13日から2日間、東京ドームでコンサートを行い、4大ドームツアーを開始する。最新シングルは、13日発表のオリコンの週間ランキングで、海外アーティストで初めて、初週売上が、40万枚を超える45万5千枚で初登場1位。米国でも、5月にアルバムがビルボード200で韓国勢初の1位に輝いた。日本にも多くのファンを持つグループが、どのような対応をするのか。世界から大きな注目が集まっている。CNN、BBC も報道。米 CNN のサイトも、この日までに東京発の記事として、BTS の音楽番組、ミュージックステーション出演中止騒動を詳しく報道。日本と、韓国は第二次世界大戦に関して特に過敏になることや、BTS が米国でも爆発的な人気があると紹介した。ABBC は両国の SNS 上の意見を引用し、原爆 T シャツに嫌悪感を示す声や、両国の緊張について BTS に責任はないと擁護する投稿を載せた。映画は予定通り公開。今月、15日に公開される BTS のドキュメンタリー映画、Burn the Stage。ザムービーを配給する東方映画事業部はこの日、スポニチ本誌の取材に、予定通り公開し、内容の変更もない、と話した。原爆 T シャツ騒動を受けて、ネット上では、公開が中止になるのではないか、などとファンから心配する書き込みが、相次いでいた。